パンクロニウムとは、ステロイド骨格を持つ神経筋接合遮断薬の一つである。一般には、収素と化合させた収波パンクロニウムとして用いられる。筋弛緩作用を持つため、手術を行いやすくする目的で麻酔薬と併用される。作用基準は、運動終末版のコリン作動性受容体とアセチルコリンとの結合を、競合的に拮抗することによる。 コリンエステラーゼ阻害薬が存在すると、シナプスにおけるアセチルコリン濃度が高まるため、パンクロニウムの喫抗作用は低下する。アメリカでは薬物による死刑執行時に使用する薬物としても知られる。日本では2012年3月末日に経過措置が廃止された。パンクロニウムは代表的な脱分極クラーレ様筋主管剤である。アドレナリンのニコチン受容体でアセチルコリンを 強豪的に阻害する。わずかな瞑想神経刺激作用があり、心拍数が上昇するが、神経節遮断作用はない。非常に効果の強い筋士官薬であり、ED95 は 60G、キログラム体重に過ぎない。作用の発言は、他の薬物に比べるとやや遅いが、これは投与開始量が少ないことによる。効果が最大に発現するまでには3から6分がかかる。 臨床効果は約100分継続する。回復までには健常成人で120から180分かかる。パンクロニウムの効果は、ネオスチグミン、ピリドスチグミン、エドロホニウム等のコリンエステラーゼ素外薬で部分的に打ち消される。パンクロニウムは硬いステロイド感が2つの第4級アンモニウムイオンを隔てており、10原子分離れた。 アセチルコリン2分子を模倣する様に薬剤設計されている。デカメトニウムやスキサメトニウムも同じイオン管距離を有している。パンクロニウムは手術中の筋弛管効果を期待して全身麻酔に用いられたり、相関や換気法の補助として用いられる。鎮静効果や鎮痛効果はない。副作用としては若干の心拍数上昇とそれに伴う、 動脈血圧上昇、心拍質量増加、唾液型、無呼吸及び呼吸抑制、皮心、発赤、発汗である。筋弛緩作用は重篤な疾患を弱気し、衰弱を蓄積させうるので、パンクロニウムは ICU で換気管理されている患者に対して、長期間用いることは好ましくない。ベルギーとオランダでは、パンクロニウムは安楽死に使用されている。 チオペンタールで昏睡状態とした後、パンクロニウムで呼吸を停止させる。米国の一部では死刑の形態の一つである虐殺刑に使用されている。すべての非脱分局筋死管罪と同様に、パンクロニウムは意識レベルには影響しない。したがって麻酔薬の使用量が不十分であると受刑者は覚醒するが叫び声を上げたり動いたりできない状態となりうる。 一般の外科処置中にこのような状態となり民事訴訟に発展した例が複数あるがそれらの多くはパンクロニウムの使用量は通常通りで麻酔薬の量が足りないか使い方が不適切であるアムネスティ・インターナショナルは受刑者の苦痛を隠すので立ち会い人には痛みがなく残酷でないように見える方法であるとして虐殺刑に反対している2007年 GMC は アバディーン参加委員のスコットランド人新生児学者マイケル・マンローが既得状態の新生児二人に対してパンクロニウムを通常の23倍投与したと明らかにした死の間際の数分間二人は視線気呼吸とひどい痙攣に苦しんだこれは親が見るのは非常に悲惨であると思われるマンローは両親に対して 新生児の苦痛を和らげるが死を招くことを説明した後にパンクロニウムを注射した。どちらの場合も両親はその処置に満足していないと記録に残っている。パンクロニウムはエフレンサルディバーの大量殺人に使用された。スキンハンターと呼ばれるポーランドの殺人鬼もパンクロニウムを使用した。リチャード・アンジェロが1987年に ニューヨークの前期サマリア人病院で10人以上の患者を殺害した時にも使用された。ありがとうございます。